はい、こんばんは、えー。本日この回はですね、ちょっとね、いつもとはですね、ちょっと趣を変えましてですね、ちょっと僕、ある人がですね、すごく気になってるんですね。うん。そのことをね、喋りたいと思います。この、ある人を気になってるっていうのはね、これね、えー、いい意味で気になってるんじゃなくて、悪い意味で気になってるんですね。というのは、この人がですね、よくテレビとか出てくるんだけども、 なんでこの人がいつもですね、まるで知識人みたいな顔をして、えー、テレビのとかね、出てきてですね、まあ政治家にね、インタビューしたりですね、なんでこんなことやってんのかなと。テレビ局ってね、全然なんていうかな、ものを考える力がないんじゃないかなと。こんな人をですね、えー、採用してね、インタビュアーとして使ってるってのはおかしいんじゃないのと、えー。というね、僕のね、えー、素朴な疑問があるんですね。うん で、今日はね、この人のことについてね、ちょっと考えてみたいと思うんですね。この人はね、名前がね、古市則俊さんという人なんですね。うん。古市則俊さん。ね。まあ、これ、まあね、えー、最近いろいろと話題になりましたよね。まずね、この、えっと、この前の都知事選でね、石丸慎二さんとのね、やりとりですね。まあ、これがね、まあ、いろんな意味でね、話題になりましたよね。うん。 これね、僕はね、古市さんこれね、本当にひどいと思いますね。うん。ね。まあ一応念のためにまた言っておきますと、僕は別に石丸さんを推してるとかそういうことはありませんよ。ね。ただ石丸さんに関する石丸現象については、これは非常なるヒントになると,というね、えー、ことを言っているわけですね。うん。ね。うん。まあそしてね、まあまあ石丸さんに関してはね、折に触れてね、まあ喋るときもあるかもしれませんけれども、 まあ本日はこの古市さんのね、えー、このひどさですね、これについてね、喋りたいと思うんですね。まあ、これはね、まあ、み、えー、ね、皆さん知っている通りにですね、まあ、7月7日に都知,事選都知事選挙が終わってですね、そして、えー、その結果を受けてですね、各テレビ局がね、まあ、いろいろこの候補者にインタビューとかね、いろいろしたんですね。でこれ日本テレビですね、日本テレビが、えっ、ー、と、東京都知事選挙2024、 開票速報といってですね、えーまあ、インタビューをしたんだけども、まあ、そのインタビューの中で、石丸慎二さんに対してですね、えー、これ、日テレのね、最初アナウンサーがね、質問したんだけども、まあ、石丸さんはね、無然とした表情で、うん、何言ってんのみたいな感じでねで、その次にこの古市さんがね,、えー、ね、その後を受けてですね、すぐにこう質問したわけですね、うんまあ、俺じゃなきゃ話になら、んみたいな感じでね、えー、したわけですよ。 でこういうね、こういうこと聞いてるんですよ、最初からね。うん。えー、出口調査したところ、どうやら石丸さんが2位らしいです。嬉しかったですかっていうね、<laughs> 嬉しかったですかって <laughs>。ね。これオリンピックで銀メダルね、取って嬉しかったですかっていうね、聞いてんじゃなくてね、都知事選ね、選挙ですよ。ね。それで2位になって嬉しかったですかって。ね。これね、あらゆるものを馬鹿にしてるじゃないですか。 ね、石村さんもバカにしてるし、東京都民もバカにしてますよね。ね2位で嬉しかったですかってなん、なんか競技でもやってるんですか、これ。ね、で石村さん、これね、当然ね、ムッときたわけですよ、ね。勝ち負けなのという候補者目線の小さな話をしていないんですねっていうね、これでもね、もうしょっぱなからね、あもうダメだっていうね、ことになったんですよね。 でそこで古市さんがね、ね、まあ、喧嘩を売って、売ってるんですよ。どういうことを言うよね、えー、喧嘩を売ったかというと、こういうふうに聞いてるんですね。まだ都知事選の開票が続いている中でえ、国政で広島一区から出馬する可能性に言及されたのは、結局都知事選はただの踏み台だったのかな売名行為だったのかなと思ったのですが、この点についてはどうですかよねで。それに対して石村さんがね、それはゲスの勘繰りでしかありません。と。 えー、聞かれたので、これはね、その前 NHK から聞かれたわけですね。うん。で、聞かれたので、えー、そういう可能性に言及しただけだと。ね。医師はそういう意思はないとも言っていますと。文脈を把握していますかっていうふうに反論したわけですね。うん。<laughs> ね <laughs> これはね、ほんとひどいね、質問ですね。うん。そしてそれに対してね、古市さんがこうね、号泣を聞いてるわけですよ。石丸さんが批判する政治家と、 石丸さん自身はどう違うんですかですよ、ねうん、石丸さんそれに対してね、なんか堂々巡りになってる気がするんですけど、先ほど定義についてお話ししましたよねと言ってるんですね。これどういうことかというと、この古市さんがね、あのー、古市さんが、えー、この話を聞く前にですね、聞く前に、えー、これ日テラのアナウンサーに答えてですね、 え、アナウンサー解説委員だったかな解説委員に答えてね、この政治屋の定義についてちゃんとね、言ってるんですよ。ね。えー、政治のための政治をする、通り通略に勤しむ、自分第一。これを言っているものやっているものそれが政治家だと。ね。そしてその政治家を一掃すると。一掃したいと。ということを言ってるわけですよね。うん。だからね、これについてね、古市さんは、 こういうふうに石丸さんが定義したことを全然忘れちゃってるんですよ。ね。興奮しちゃって頭から抜きちゃってるんですよね。なので、もうそっからね、もう堂々巡りなんですよね。うん、堂々巡り。ね。うん、古市さんはねこう、こう聞いてるんですよ、重ねてね。だから改めて定義を聞いてるんですけど、石丸さんの考える批判する政治家と、えー、石丸さんが今自分が体現してる政治家っていうのはどう違うんですかその定義を聞いてます。 ね、で石丸さんが。同じ質問を今繰り返しされてますさっき答えたばっかりですけど。ねえ、富士さん、古市さんが。だからその定義を聞いてるんです。えもう一回言えってことですかいや、まだ答えてもらってないから聞いてるんです。石丸さんの批判する政治家と、え政治家の定義、さっき言ったばっかりですよ。整理しましょう。石丸さんはまず、政治家というものを批判してますよね。一方で、石丸さんは政治活動されている。市長もやってました。 今回、都知事選に立候補しました。その批判されてる政治家と、石丸さんの政治活動ってのはどう違うんですかんさっきの定義の話はだからその定義を聞いてるんです。どう違うんですかっていう定義の問題です。っていうね。これ、古市さんがね、えー、石丸さんがその政治家ですね、それについて定義したですね、ことをね、すっかり忘れちゃってるんですよ。なので、これね、しつこく聞いてるんですよ。ね。 うんねうん、これ、だから全然ね、まあ、はっきり言って、インタビュアーのですね、インタビュアーである古市さんが、ね、全然その論理を追っていなかったということで、ねうん、古市さんの,頃のなんてかな、うん、このサボタージュ、これが原因なんですね,、うん、ね。でね、一応古市さんがね、この後ですね、その後、これ7月10日になってですね、 この自分自身のね、X ですね、旧ツイッター。これを更新してるんですよ。更新して、えー、っとね、このね、今紹介したね、えー、この問題の石丸さんとのね、この、まあ、何、えー、て言うかな、えー、口論ですね、口論ね。うん、口論について、2000文字を超えるね、長文コメントをね、出してるんですよ。長文コメントね。うん、ねそしてね、えー、っとね、 まあ、古市さんはね、この自分の X でこういうふうに書いてるんですね。いろいろな人から都知,都知事選のことを聞かれるので、一応書いておきますね。少し長い文章なので、興味ある人は読んでください。というふうにね、えー、書いて、そしてね、結局、古市さんが、えーこ、この個人的に関心を持っていたのは、石丸さんは何をしたい人なんだと。何をしたい人なのかと。という疑問があったというんですね。 うん、でこういうふうにね、書いてるんですよ、えー。行政の長である都知事と立法府の一員である国会議員は転職と言ってもいいくらい違う仕事の話であると。と、ね、やりたいことが具体的な人の場合、行政と立法が混じるってことはあんまりないんですよね。あるとしたら、何度もいいから政治家になりた,なりたい場合。 どこでもいいから選挙で勝てばいいと考えている場合。というふうに言ってるんですよね。うん、そしてこう言ってるんですよ。あれそれって石丸さんの定義した政治家そのものじゃないのね。だから石丸さんの批判する政治家と石丸さん自身がどう違うのかを何度も聞いたんです。そこを聞けば具体的な話になると思ったからです。でもならなかった こっちとしては不思議でした。というふうに書いてるんですね。うん。で、要は、この古市さんの問題意識というのはね、古市さんの問題意識というのは、まずね、えー、このあ、広島の秋高田市長をね、石原さんがやった。そして今、東京都知事選挙に出たと。ということは、これは行政をやりたいんでしょうと。ね。うん。これ古市さんの考えね。行政をやりたいんでしょうと。 なのに、まあ、NHK の、ね、質問に答え,答えたという形なんだけども、例えば国会、ねあのー、総選挙に出て、国会議員の選挙に出て、そして例えば岸田さんのいる広島一区、そこから出るというアイディアはどうですかというようなことをね、石丸さんが言ったわけですよね。NHK の質問に答えてね。うん、なので、そうすると、行政と、それから国会議員ね、 うん、行政の長、例えば東京都市、秋田方市長。それと、国会議員っていうのが、まあね、一応ね、三権分立と言ったら、えー、これはまあ、えー、立法ですよね。そうすると、行政と立法と、両方やりたいのかと。それって、えー、そういうふうにね、混じるってことは、あんまりないんですよね、と。あるとしたら、何でもいいから政治、政治家になりたい場合だと。でも、それって、 えー、結局、政治家と同じじゃないですかと。というのが、古市さんの問題意識だったと。で、それを聞きたかったんだっていうふうに言ってるわけですね。うん。だけど、まずね、第一点は、ね、そのことを説明してないじゃないですか。その質問の時にね。つまり、本当に真面目にそれを聞きたいのであれば、きちんとね、こう聞くべきですよ。石丸さんはね、ね、えー、秋田方市長をやって、 東京都知事選出た。つまり、行政の長ををに身を置きたい人,人なのかなということが考えられる。なのに、国会議員を目指して広島駅区から出る。というようなことは、立法の方、立法の方なので、それはちょっと全然違うじゃありませんかと。それは、政治家と同じ、政治家と同じ、ただただ政治家になりたいだけの人なんじゃありませんかと。 というふうに聞くべきですよ。きちっとね、ストレートに。ところがそう聞いてないんですよ。ね。そこが、全然議論の噛み合わなかったね。ことで、これ古市さんはね、こっちとしては不思議でしたって言ってんだけど、聞いてる視聴者の方がね、不思議で仕方ないですよ。なんでそんな古市さん最初から喧嘩売ってんだっていう話ですよね。うーん。ということですよ。そして、さらに言えばね、さらに言えば、 ここからがね、重要な論点なんですけども、ね、古市さんの言ってるのは、デタラメな論理なんですよ。デタラメね。なんでデタラメかというとですね、古市さんこう言ってるわけですよね。やりたいことが具体的な人の場合、行政と立法が混じるってことはあんまりないんですよね。と言ってるわけですよね。ね。じゃあね、ね、今、日本の政治システムである、 議員内閣制って一体どう考えたらいいんですかね。議員内閣制というのは、これね、まあ常識としてね、常識としてですよ。分かってる話なんだけども、第一党、選挙によって選ばれた第一党の政権党が内閣を組織してね、今の岸田内閣そうですよね。内閣を組織して、行政のトップに立って行政を運営するんですよ。ね。 行政を運営する。これが議員内閣制なんですよ。ね。うん。だったら、今の自民党、今の政権党自民党ですよね。うん。そしてその前は民主党ですよね。そしてこれから先、例えば立憲民主党であるとかね、あるいは野党連合であるとか、それが第一党を目指してますよね。それなんで目指してるのかというと、自分たちの政策、そして行政運営をしたいからなんですよ。 政権交代する。ね。自民党から民主党へ政権交代があった。そしてまた民主党から自民党に政権交代があった。それによって政策が変わる。ね。うん。それから議員内閣制なんですよ。ね。うん。これをね、全然ね、あの、古市さんという人は驚いたことに理解していない。これ常識でしょ。ね議内。議員内閣制の考え方ね。 うんで。あるいはこうも言えるわけですよ。あのね、民主党政権ありましたね。民主党政権ですね。で、民主党政権の政策の中でですね、この行政官庁に、ね、第一党の政治家がたくさん入るという政策をね、新しく作ったんですよ。これどういうことかというと、この行政のね、各省庁のこの官僚軍、官僚がいっぱいいるじゃないですか。霞ヶ崎にね。 そこにね、例えば大臣が一人とか、副大臣がね、一人。そういう政治家がね、一人か二人入ったって、飲み込まれるだけなんですよ。飲み込まれるだけ。ね。うん。なので、民主党の政策として、これはイギリスのね、議員内閣制にならって、政務官というのを新設したんですよ。政務官ね、副大臣の他に。そうやって、えー、霞が関の中に入っていく政治家を増やしたんですよ。 これ今もね、安倍政権に代わっても、この政務官というのは続いてますよ、ねうん。もっと増やさなければいけないんですよ、実は。もっと。ねうん、政治家の人数を増やさなければいけないんですよ。これは何を意味しているかというと、まさに行政運営を政治の側、政権を取った第一党ですね、これが担わなければならないということを意味しているわけですよ、ねで。このことはね、 民主党政権ができる前にね、議員内閣制の先輩である、イギリスのね、政治と行政のあり方。これをね、日本の政治学者がね、たくさんね、研究したんですよ。ねで。我々ジャーナリストもね、その研究をさらに勉強したんですよ。勉強して。そして、日本の政治はね、イギリスの議員内閣制に近づいていくために、 こういうふうにしなければいけないってずね、っと底上げしてきたんですよ。それが民主党政権だったんですよ。ね。イギリスなんかではね、まさに政治家がね、100人以上行政に入っていくんですよ。このぐらい政治家が入らないと、行政はコントロールできないんですよ。ね。かつての日本のように、一人か二人大臣が入ったって、何の意味もないんですよ。ね。うん。ね。こういうことなんですよ。 つまり、政治の側、ね、立法、立法の側、それが行政をコントロールするということが一番大事なんですよ。ね。うん。なので、この行政と立法が混じるってことはあんまりないんですよね、なんていうのは、とんでもない間違いなんですよ。混じらなければいけないんですよ。混じらなければいけないんですよ。混じって、そして政治の側が、ね、つまり大義性でしょ 大義性ということは、国民に変わ、国民に変わって、行政の中に入っていって、行政をコントロール、コントロールする政治家。それがね、えー、この議員内閣制による民主政治の命なんですよ。ね。うん。そこがポイントなんですよ。ね。うん。だから、それを交わることなんかないんですよね。ってのは全くの間違い。ね。で、古市さんは、こういう歴史もですね、 行政と立法の本来的な交わり方も全く理解していないんですよ。ね。うん。で、なんで理解していないかっていうと、これは簡単なんですよ。全く勉強していないからなんですよ。ね。今ね、古市さんの、古市さんのね、頭の中ですね、これをちょっと僕は今ね、解説してね、えー、解説しますと、ね、こういうことなんですよ。つまりね、 これ、古いね、日本のこの公団行政学ってなんですよね教あ。公団法学とも言うんだけどもね、うん。これ、公団法学ってのはね、まあこれ、東大を中心とするね、まあ公団ですね。これの方学ってのはあって、これはね、三権分立でもね、古い三権分,分立の考え方なんですよ。ね。これはね、官僚法学、官僚行政学とも言うんですよ。ね。うん、これはね、 あのー、霞ヶ崎の官僚軍というのはね、この東大法学部がすごく多いんですよね,、うんねえー。まあその細かい話はね、これ何度もしてるんで、まあ今はしませんけどもね、うんで。要はね、これはね、この講談法学とか官僚法学と言われる考え方の三権分立の考え方というのはね、これは、えー、我々中学校で、ね、習うですね、えー、この三権分立もね、同じ考え方なんだけども、これ古いんですよ。 どういうふう,う風に古いかというとね、要は、例えば羊羹があるでしょ細長い羊羹がありますよね。うん、ね。洋、ま、感、あ、ね、美味しいですよね。まあ、それは友達ともかく洋感ありますよね。それを均等にこの3つにね、3つに分けるんですよ。ね。そうすると2つ切れ目入れるじゃないですか。そうすると3つに分かりますよね、均等にね。これが古いね、ね、うん、古い官僚法学における三権分立なんですよ。 どういうことかというとね、均等に分けているので、そしてその,その時によく言われるのは、ね、三権はそれぞれ他に干渉しないと。干渉しない。ね。独立してるんだと。それが三権分立だというね、考え方なんですよ。ね。そうするとね、現実的にどういうことが起きるかというと、行政が圧倒的に強いんですよ。行政が。なんでかというと、 現実の政治を動かしているのは圧倒的に行政なんですよ。行政。中央官庁。それから地方のね、えー、都道府県ですね。ね。それから市町村。この官僚軍が現実に動かしてるんですよ。なので、そこに干渉できないとなったら、政治の側は何もやることがないんですよ。これが、ね。これがですね、まさに、 昔から明治以来の、ね、官僚法学による三権分立なんですよ。この考え方を支守し,し、し,していれば、ね、官僚側は自分たちのやりたい放題、いつまでもできるんですよ。いつまでもできる。ね、だけども、これは日本が明治以来、勝手に作った三権分立の考え方なんですよ。この三つの洋館型ね。 羊羹を3つに切るというね。これは分かりやすいでしょイメージとしてね。これは古いんですよ。ね。そうじゃなくて、本来の三権分立というのはこれイギリス型なんですよ。現代行政学における三権分立は全然そうじゃないんですよ。どういうものかというと、ね、さっき言ったように立法ですね。つまり政治の側。政治の側が行政をもコントロールするんですよ。コントロールする。 これが本当の三権分立なんですよ。ね。つまり国民が選んだ第一党ですね。政権党。それが行政を支配する。そうやって初めて国民のための本当の政治ができるんですよ。行政を支配しないことには本当の政治ができないんですよ。ね。うん。で、国民が支配するには、これは、ね、議員内閣制。 そして大義制ですよね。つまり国民が選んだ国会議員が国民に代わって行政をコントロールする。ね。これが本当の三権分立なんですよ。ね。うん。つまり国民が政治を自分のものにする。そのための大義制。そのための議員内閣制なんですよ。それは、洋館を三つに切った。それじゃダメなんですよ。 政治家が、政治の側が、つまり国民の代わりの政治家が、行政を完全コントロールする。これが、本当の三権分立であり、現代政治の三権分立なんですよ。そして、これは民主党政権ができるまでに、で,、ま、できる前にですね、ねこれは日本の、まさに政治学者、行政学者、ね、それから我々ジャーナリスト、 随分議論をしたんですよ。そして勉強したんですよ。ね。そしてそこに到達したんですよ。到達した。ね。小沢一郎さんもそうですよ。菅直人さんもそうですよ。これね、最低限の、最低限の知識なんですよ。ね。最低限の知識。ね。それをやらなければいけないんですよ。ところが、ね。うん。えー、ここでね、古市さんというね、まあ非常にね、まあ、小さい話題になりますけどね。古市さんは、こういうね、 ああ日本政治の成果っていうものを全然知らないんですよ。ね。つまり日本の政治がこの第二次安倍政権をね、前までに議論してきた研究の成果を全然知らないんですよ。なので、中学校で習った三権分立、ここから脱することがね、未だにできないんですよ。つまり中学生レベルで終わってるんですよ。この人の政治知識はね。日本的な政治知識は。 三権分立に対する考え方はね、うん、なので、行政と立法が交わることはあんまりないんですよね、みたいなね。とてつもないデタラメを言ってるわけですよ。とてつもないデタラメをね。うん、ちょっと考えたらってわかるでしょ、考えたってね,ね。じゃあね、国会議員からね、この知事とかね、市長とか、転身する人、ね、たくさんいるじゃないですか。そういう人は全員ね、 単なる政治家ですか全然違うでしょね。うん。全然ね、考え方がおかしいんですよ。ね。うん。ね、古市さん、こういうこと言ってるわけですよね。行政の長である都知事と、立法府の一員である国会議員は、転職と言ってもいいくらい違う仕事の話。ね。とか言ってですよ。やりたいことが具体的な人の場合、行政と立法が混じるってことはあんまりないんですよね。 あるとしたら何でもいいから政治家になりたい場合ですとかね。でったらめだったのすぐわかるでしょね。政治と行政が、行政と立法が混じるってことはあんまりないんですよね。どころか、混じる、混じらなきゃ仕方ないんですよ。ね。これちょっと考えたらわかるでしょ例えばね、洋、ま、館、あのようにね、行政は行政、はい、立法は立法、全然関係ありません。どうやって政治やるんですかね。 どうやって法律をね、議論して、どうやって法律を変えて、どうやって行政やっていくんですかね。ありえないでしょ。ちょっと考えただけで。つまり、それは、明治以来の官僚法学。つまり、官僚が自分たちのやりたいようにやりたいんですよ。ね。つまり、日本は、これはね、丸山沙織の言い方で言えばね、官僚制あ、官僚制、天皇制官僚主義なんですよ。 天皇制、ね。天皇制ビューロクラシーなんですよ。ね。あ、うん、これが日本の明治以来の政治なんですよ。今でも官僚強いでしょね。その名残なんですよ。これを我々の代表である政治家の手に取り戻させなければいけないんですよ。ね。あ、うん、そこで議論が混乱するのは、古市さんのようなね、中学生レベルの知識しかない人はね、あ、うん。 三権分立は羊羹が三つ並んでるものだと。<laughs> ということ。<laughs> ね。うん。そういうことになっちゃうんですよ。ね。うん。これはね、ひどいですよね。もう古市さんはとにかくね、議員内閣制本来のね、これを全く理解してないんですよ。ね。この古,古市の利利さんという人はね、これね、僕もともね、もうちょっと今日我慢できないですね、もうね。うん、もう徹底的にちょっと言いたいけど、知識がないだけじゃないんですよ。 この人の政治知識は中学生レベルね。今ね、ずっと説明してきましたね。人間としてね、欠陥なん、欠陥を持ってるんですよ。欠陥ね。どうぞ、ひどいですね、これね。これね、今ね、YouTube なんかでもね、見ることできますけどね。えっ、ー、とね、2016年ですね。ちょっと古いんだけど、2016年の参議院選挙を控えてですね、与野党9党のですね、この党首ですね、代表。 これが出演した番組があったんですよ。インターネット中継動画サイトね、ニコニコ動画ですね。その討論会があってですね。そして司会をね、この古市さんがやっていたんですよね。その時にね、この生活の党、当時のね、生活の党の小沢一郎さんですね。小沢一郎代表ね、に対して大変失礼な <laughs>、 つまり参議院選挙とか、あこの政策とかね、それとは全く関係のない、プライベートな質問をやっちゃったんですよ。ね、うん。うん。そして小沢さんが激怒したんですよ。ね。ね。これ参議院選挙の政策を討論してる場ですよ。ね。その時に古市さんがね、突然こんなこと言い出したんですよ。できれば小沢さんが再婚相手、 見つかったかどうか聞いてみたいんですけど <laughs>。これね、誰もがびっくりしますよね。うん、ね。うん、そこで小沢さんが、えっというふうに聞き返したわけですよ。<laughs> そりゃ驚きますよね。そして古市さんはね、平気な顔をして、再婚相手見つけられたかどうかっていうね <laughs>、ことをね、言ってるんですよ。で、小沢さんがね、それは今日のテーマですかっていうね、まあ、聞き返したわけですよね。と、古市さんは、 ちょっと興味があって、小沢さんが最近どうされているのかなと、っていう風に言ってるんですよね。小沢さん本当に怒っちゃってね。興味でこういう討論をするんじゃない、ないんじゃないですかっていうね。聞いたら古市さんはね、わかりました。じゃあ大丈夫です。何が大丈夫ですだと。<laughs> お前の頭本当に大丈夫かということですよね。そしてね、当然ながら古市さんにね、このスタッフの方から紙を渡されたわけですよ。ね。で古市さんはね、 こういうふうに言ってるんですよ。ね。俺、読んだほうがいいんですかこの通りに読んだほうがいいのというね、発言をして、その後、棒読みでね。先ほど、小沢代表に対しまして、大変失礼な発言をしました。発言を撤回して、心よりお詫び申し上げます。というね、棒読みで言ってるんですよね。そしたら、小沢さんね、本当に怒っちゃったね。これはおかしいと激怒してね。と古市さんが、でも、制作っていうのはやっぱり、 マニフェストとか読んでも分かるじゃないですか。こういう場はある意味人柄を見ることが一個の意味だと思ったんです。だから聞き方はちょっと失礼だったかもしれないですけれども、とか言ってるわけですよね。うん。小沢さんが、それは釈明じゃないね、あなた方の。おかしい。こういう場でそんなこと言うなんていうのはどうかしている。よね、これ誰でも起こりますよね。うん。ね。古市さんはね、悪いびれずにですよ。小沢さんが最近何をしていたかということを知りたかったんです。 ねえ。大沢さんが、そんなことの投資討論と関係ない。ね。うん。で、古市さんが、関係ないから今お,お詫びしています。っていうね。<laughs> もうどうしようもないですね。で、大沢さんがね、お詫びするなら,お詫,するらしお詫びするらしく、きちんとしなさい。そんな言い草ないでしょう。っていうね。ええー、ね。これ、大沢さんはね、まあ最後までね、怒りながらも、ジェントルマン紳士ですよね。うん。これ、普通だったらね、 これ、田原さんだったらですよ、バカ野郎顔洗ってなしてこの野郎みたいなね。そんなことになりますよね、これね。うん。ね。ひどいですよね、これね。もう常識ないし、人間として失格でしょ、これ。ね。ね。うん。これ、普通だったらね、小沢さんじゃなかったら、バカ野郎でどこが飛び回って、と飛び交ってますよね、これね。うん。 で古市さんはっていうのはね、またいやらしい人柄なんですよ、これ。ね。インスタグラムかなんかでね、えー、自分がね、どんなね、偉い人の食事会やってるかなんてね、これ見逃しにね、あげてるんですよ。ね。うん、これがね、えー、7月30日ですね、ね、えー。古市さんがね、自分のインスタグラムを更新してね、えー、仲良しメンバーでの食事会、林真理子さん、木本康さんたちと、 っていうね、ことを言ってね、で、いかにもね、俺はね、大物だろうみたいなことをねあの、宣伝してるわけですよね。そしてこう書いてるんですよ。話題は自然と2年前のことに、実は安倍晋三さんのあの出来事があった少し前、安倍夫妻、林夫妻、秋元夫妻、そしてなぜか、茂木健一郎さんと僕でご飯を食べる機会がありました。っていうね、さもね、大物たちが集まったろうみたいなことを言ってるんですよ。 そしてその後こう書いてるんですよ。その時、次の都知事の話になったんです。新三さんが、林さん、都知事をやってくださいよ。自民党が全面的にバックアップしますから。と、少し冗談めかして言っていました。あれがただのジョークだったのか、それとも本気だったのか、今となってはわかりません。ね。うん。でも林、林マリ子都知事が誕生していたような、そんな世界線もあったのかな、と、みんなで笑いながら話しました。 えー、もちろん今は林さんは日大理事長で世間が思っている以上に真剣にお仕事に取り組んでいます。ね。うん。ね。これはね、本当にね。まあ、いやらしいとしか言いようがないですよね、これね。うん。ね。そしてね、安倍晋三さんがですよ。ね。うん。林真理子さんに対してね。林さん、土地をやってくださいよ。自民党が全面的にバックアップしますから。っていうね。 ことをね、軽く言ってるわけですよね。ふざけんなって話じゃないですか。ね。うん。ね、そしてそれをね、自慢げにね、うん、この古市さんが書いてるんですよ。もう本当に1から10までいやらしいね、人たちですよね、これね。ふざけんな、この野郎って感じじゃないですか。ね。うん。そしてね、その2日前、あ、3日前か。3日前の7月27日にね、 やっぱりね、えー、古市さん、自分のインスタグラムを更新してね、また別のメンバーのね、会食ショットですね、これを公開してるんですよ。ね。うん、えっ、ー、と、元大阪府知事のね、橋本徹氏、それから安倍晋三氏のね、奥さんであった安倍昭恵さん、それから NPO 法人、あなたの居場所理事長である大空幸樹さん、ね、うん。そして古市さんっていうね、4ショットですね、4人のショットね。うんね そしてね、えー、この写真にね、えー、でですねポストしてね、えー、ツイートしてね、こう書いてるんですよ。この回、次回は石丸さん、伝舫さんをお待ちしてます。激論しましょう。バイ、橋本通る、ね。そして橋本さんからのね、この伝言ですね、こう言ってるわけですよ。まあ、いやらしいですよね。いやらしいですね。実に。もう本当にね、おぞけ震るいますよ。本当にね。うん。ね。 石村さん、蓮舫さんね、まあ当然有名人ですからね。そしてね、まあね、前にあったことはね、水に流してね、えー、ここでね、仲良くね、えー、飯でも食いましょうよ、みたいなことをね、言ってるわけですよ。ふざけんなって話じゃないですか。ね、ふざけるなって話でしょ。ね、何考えてんだ、お前はと、と、ね。何様だと思ってんだ、と。ね、と思いますよね。うん。ね、でそうかと思ったらね、 えー、そうかと思ったら、今度はね、えー、っと、ねえー、7月26日のね、えー、テレビ朝日の朝生ですね、朝まで生テレビね、ここにですね、えー、朝生に古市さんが登場してですよ、ね、あそいつがとんでもない発言をしてるんですよ、ね。要するに田原総一郎さんですね、司会の田原総一郎さんが、えー、この政権交代は必要だと、ね、という感じかな。 まあ議論ですね。まあずっと喋ったわけですよね。そしたらね、古市さんがね、こういうことを言い出してるんですよ。ね、その前読むとですね、政権交代したら何が変わるんですかこの日本は、ね。自民党が問題だとしても、政権交代しました。それが維新なのか立憲なのかわからないですけど、主義主張が違う政党が組むわけですよね。その混乱を恐れている日本国民はいると思うんですよ。だったら多少問題がある自民党でも、 このままでもいいんじゃないかなって、ある種諦めもあると思うんですね。というね。とんでもないことを言い出したわけですよね。うん。それでこういうふうに言ってるんですよ。その政権が仮にある程度長期政権になればいいんですけど、一瞬だけ壊して、また戻ったら、その分が無駄になっちゃう。まずは自民党内で総裁を変えるなり、自民党内の浄化みたいなことをした方が混乱は少ないと思うんですよ。っいうね。 田原総一郎さんが、まあ、激怒しちゃったわけですよね、うん、こんなでたらめな自民党でいいわけないじゃないっていうね、まあこれ誰もがね、誰もがね、怒りますよね。これふざけた議論するなっていう話ですよね。あ、うん、これね、政権交代したら混乱が起きるだろうってね、何言ってんだと。ね。あ、うん、混乱って何とね。うん。政治というのは国民がね、よりよくね、 より良い生活をするために、いろいろ制度を変えたり、法律を変えたりね、いろいろするわけじゃないですか。その時、そりゃ混乱はあるでしょう。ね。だけど、より良い生活に向かってね、変えるのであれば、それは仕方ないじゃないですか。ね。そして自民党はそういう能力をもう今失ってるんですよ。ね。政治能力を失ってるんですよ。ね。そして国民の信頼を得てないんですよ。 国民の信頼を得ていない、ね、裏金脱税事件ね。国民の信頼を得ていない、ね、えー、政権党がですね、政治できるわけないじゃないですか。だって国民の信頼を得ていないのにね、さっき説明したように、行政をコントロールするなんていうことはできないじゃないですか。そして無意味じゃないですか。国民の信頼を得ていない人たちが、行政をコントロールするなんて言ったら、やめてくれって話じゃないですか。 やめてくれよとそれ。ね。だからみんな政権交代を願ってるわけですよ。どの世論調査を見ても、第一が政権交代じゃないですか。なんでかというと、自民党の政権は、ね、自民党は信用できないからなんですよ。ね。信用できる政党、人たちに、ね、新しい政治をやってもらいたい。ね、行政をコントロールしてもらいたい。 だから政権交代が必要だって議論してるわけですよ。それに対して古市さんはね、ああ混乱があるので、ね、それは政権交代はやめてほしいと。ね。うん。そして自民党の中で、ね、えー、党首変えたらいいんじゃないのと言ってるわけですよ。ふざけんなって話じゃないですか。ね。まるで分かってないでしょ。この人、古市さん。ね。 驚くべき人じゃないですか。ね。うん。三権分立のね考え方もわからない。ね。議員内閣制の考え方もわからない。ね。行政と立法がどういうふうに交わっていくのか。その基本的な考え方もわかっていない。そして、ね。うん。政権交代しない方がいいと思っている。そして人に対しては、 プライバシーも何も関係ない。とにかく失礼なことをね、兵役の閉座で聞いてしまう。そういう人。それをどうしてテレビ局は使ってるんですか聞きたい。僕はそれこそ聞きたい。ね。ひどい話ですね。この古市さんってね。ああ。古市さんってね、調べたらね、この人ね、えっ、ー、と、慶応を卒業なんですね。慶応もね、英応入試で入学してるんですね。 まあ、そのことについてはね、あまり深くはね、言いませんけどね。うん。そして、ノルウェーのオスロ大学に交換留学して、で、帰ってきて、東大の大学院、総合文化研究科、ねあ。ここを終了してですよ。うん。うん。ね。そういうことでしょ。これ、社会学者とか言ってるけど、一体どんな社会学、社会学者なんですか、この人ね。うん。ね。ひどいですよね。この人ね。 喋ってることみんなひどいですよ。ね。統一協会の問題の時にね、うん。ね。こういうこと言ってるんですよ。ね。えー、もちろんね、この統一協会批判が起こっていて、批判すべきことは批判すべきなんだけども、ね。あまりにヒートアップすると、山上容疑者の目論見み通りになってしまうと。これどういうことですか容疑者の目論見み通りってどういうことですかそんな目論見みなんかあるんですかね。うん。どんな目論見みですか ね。うん。そしてね、これね、ちょっとつまんないことだけどね、こういうことを言ってるんですよ。ね。このキスですね。キスってのはね、あの、魚、お魚のキスではなくて、まあ男女感とかね、まあ男女感じゃなくてもね、キス、まあ口づけとか接吻とかありますよね。そのキスについて、ね、これは唾液の交換であると。ね。唾液の交換だから、剣をしてると。こういうことを言ってるらしいんですよね。うん。くったらないですね。 うん。で、これね、社会学者のね、これ本物の、こちら本物の社会学者の宮台真司さんですね。宮台真司さんがね、クズの典型というふうに表してるんですよね。<laughs> うん。これ宮田さんの宮田さんの言う通りですよ。僕もね、全面的に賛成しますよ。賛成。ね。クズの典型ですよ。ね。キスは唾液の交換だから剣をするって。これね、 こんなこと言ってるね。これ、クズですよ、クズ。<laughs> ね。ああ。これ、わかるでしょ本能的にわかるじゃないですか。ね。これ、どういうことかというとね、もうちょっとね、えー、ちょっと抽象的っていうかな、関連的に言うとね、宮台真司さんね、この14歳からの社会学っていうね、本を書いてるんですね。これ、14歳からね、社会学ね、勉強するとこういうふうにね、えー、いろんな考え方があるよっていうことを紹介しながらですね、 えー、前いろいろ14歳ね、励ましてるわけですよ。ね。うん。で、その中でね、えー、心したのはね、こういうね、ことを宮台さんが書いてるんですね。これ大人にもね、言えることなんですね。うん。感染するときこそ自由になる。ね。これどういうことかっていうとね、要するにこの宮台さんのね、宮台さんのそのまま読むとね、すごい人に近づこうと、医師が決めるよりも先に、自動的にそちらに引っ張られるように動かされてしまう。 そういう状態が一番人が自由を感じている瞬間なんじゃないかって言うんですね。うん。これ分かりやすく言ったらですよ。例えばね、我々、例えばこれね、すごい人、人じゃなくて例えば音楽なんかあるとするじゃないですか。ね。例えばショパンであるとかね、ドビュッシーであるとかですね、いいね、ピアノ曲聴きながらね、うん、頭で考えるよりも、ね、もうずっと引き込まれちゃうわけですよ。その時自分の感性ってのはすごく自由を感じるじゃないですか。ね。 まあ、これ直感的にはそういうことを言ってるわけですよ。ね。そしてね、これは関連的に言えばね、宮内さん、こういうふうに言ってるわけですよね。それは、僕が、小室直樹、広松渡といったとりわけ優れた学問の師匠に恵まれた誠意もあるだろう。彼らは僕からすれば、この世ならざる存在だ。そんな彼らに感染することで教養を身につけた僕は、彼らに感染するときにこそ自由を感じていた。 これね、僕はね、すごいよくわかるんですよ。僕は、小室直樹さんはね、あまりね、えー、ちょっとね、あの、馴染みがなかったんでね、まあ、責任を持って言えないんだけども、広松渉さんはまさにそうですよ。ね。広松渉さんすごいですよ。これはね、まあ、この人のベースにあるのはマルクス主義なんですけどね。うん。マルクス主義なんだけども、それをね、広松渉さん流にですね、こうそれを掴んで、そして広松さんのね、ね、えー、頭の中で、 ね、それを解釈して、そしてこういう世界観なんだということを提供してくれるんですよ。それが素晴らしいんですよ。あ、なるほど。こういう捉え方があるんだ。ということで、ね。うん。でね、広松さんのこの文章ね、これ素晴らしいんですよ。でね、まさにこの感染するってのはそういうことなんですよ。文章に感染するんですよ。考え方、ね、に感染するんですよ。考え方イコール文章なんですよ。 で僕はね、この世界文学とかね、そういうの好きなんですよね。で世界文学とか、まさにまさにそういうことなんですよ。文章そのものが、その人のね、まさに脳内なんですよ。脳内。例えば、ドーストエスキーであるとかね、ウィリアン・フォークナーであるとかね。うん。いろんな人に僕は感染しました。もちろんね、マルクスであるとかですね。あるいは、文化人類学者のね、うん、イマニュアル・ウォーラーステインであるとかね。いろんな人に感染しました。 素晴らしいです。文章素晴らしい。ね。構成が素晴らしい。感染するんです。感染するということは、それによってで,ですね、自分の中で、ね、何度も何度も噛み締めて、そして自分の言葉にね、自然に変わっていってるんですよ。脳内で。ね。そして時間を置いて自分の言葉として説明できるんですよ。それが宮台さんの言う感染なんですよ。ね。 僕が思うに、ですね。僕が思うに、例えば、男女間、あるいは同性間でもそうだけども、人とお付き合いする。人を愛するとかね。ということはそういうことじゃないですか。その人に感染するということでもあるわけでしょ、ね、その時に、例えばキスであるとかね。これ一番、第一段階ですよね。口づけする、接吻すると。これは人と人の感染ですよ。ねうん、そして感染してもいいと。 思うわけですよ。ね。うん。で、そういうことがわからない。ただ単なる唾液の交換だから嫌をしてるって。これ、クズですよ。ね。うん。これはね、宮台です、宮台さんの言うように、クズの典型ですよ。ね。クズの典型。そんなことわかんないのかと。ね。クズの典型。 僕は本当そう思いますよ。心からそう思いますよ。ね。うん。ね。うん。ちょっとね、今分かりやすいようにっていうかな。まあ、宮台さんのね、宮台さんの考え方をね、ちょっと説明しました。これはまあ、宮台さんから聞くまでもなく、僕は分かりますよ。これはね。うん。まさに感染するということ。これを恐れている人は、ね。これは、もちろん女性ともお付き合いできないし、もちろん同性間でもそうだけども、お付き合いできないしね。 感染を恐れていては、あらゆる思想、あらゆる言葉、あらゆる世界文学、ね。つまり人類の英知、それに感染することはできない。ね。ということは、宮田さん、あ宮田さんじゃない。えー、宮さんは本物の社会学者。ね。うん。偽物の、偽物ね、おそらく偽物の社会学者である古石さんは何にも感染したことがないですよ。なので、ね。 人に対してあんな失礼なことが言えるし。そして、ね。未だに中学生レベルのね、三権分立の考え方しか知らない。ね。うん。そして自分一人よがりの質問しかできない。ね。そういうね、人を、偽物を、どうしてテレビ局は使ってるんですかね。この僕のこの番組ね、テレビ局の人も、人もね、見てると思いますよ。それ聞きたい。ね。うん。 それ答えてくれる人があれば、連絡ください。ぜひ聞きたい。インタビューしたい。ね、と思いますね。うん。まあ、というようなことでね、本日はちょっとね、古市さんのことについてね、ねちょっとね、あまりにね、呆れたんでね、僕はちょっと我慢できなくなりました。ね。うん。我慢できずにね、ちょっとね、いろいろ言っちゃいましたね。うん。当然、もっと言いたいんだけどもね、まあ、この辺でね、この辺りで止めておきますね。うん。まあ、ちょっと今日はね、時間がないんでね、えー、ここで終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。